マイマンズイルナです。チーです。はい。ということで皆さん、もう多分ね、もう分かってると思うんです。なんでチーちゃんがいるのって。本当だよ。ちょっと気まずいもん、ここ。なんかさ、もう最近さ、YouTuber さんもさ、裏方の人が出るとかあるけどさ、こんなガッチしさ、いや、本当だよね。仮メンバーってぐらいさ、もう最近出てるんですけど、はい、まあ、みえちゃんが今回また、まあ、ずっとね、前回お話しした通り、お休みということで、はい、まあ、みえちゃんと本当はする予定だった女子会のトークっていう企画をね、やろうと思うんですけど、はい、まあ、今回一人でやっても寂しいので、はい、ちょっと私がお願いしてちーちゃんに出てもらいたいと思います。はい、代わりでごめんなさい、はい、なんかみえちゃんのね衣装を着てるから、なんかちょっとそれもね、そうだよ、本当に本当はルナがピンクでみえちゃんがこの色着る予定だったんだけど、もう完全みえちゃん、そう、今日みえちゃんだと思って、そう、ちーちゃんのことコメントでさ、はいはいはい、見たいとか結構多いから、あー嬉しい、まあこんな感じで、はい、お手柔らかに、はい、楽しんでいきたいと思います。で、前回ですね、女子会のトークした時に女の子の相談みたいないろんな感じをやったんですけど、あ、はいはいはい、今回は男の子から募集して、うん、男の子が思う普段の女への本音みたいな、うんうん、例えば あいつリップ塗りすぎ、前髪触りすぎとかさ、ああるよね、ルナめっちゃ言われたことあるんだけどそういう感じでちょっといろいろ募集したので一緒に答えていきたくて、はい、まあ、ちーちゃんには質問とかをちょっと出してもらいつつ一緒に答えていきたいと思います、はいはい、インスタでね募集したんで、募集しました、はい、それを読んでいきたいと思います。はい、はい、ということで女子会なのでね、はい、後ろがすごいと思うんですけど、まあこれは画面ではめっちゃすごいと思うじゃんそうそうそう、普通に外から見たら結構ね後ろとかね、そう、なんかもうセットみたいな感じだよ ね本当にこれで挟んだりとかして、そう、いろいろ大変なんです。そう、まあこんな感じで、まあ女子会のっぽい感じの雰囲気もね、はい、ありつつちょっとやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今回はですね、はい、本当に男性の方からすごい量の質問をもらったので、ちょっとそれを多めに答えていきたいので、はい、今回はポンポン答えていきたいと思います。はい、じゃあ今回のさ、はい、飲み物紹介して。あ、そうだ、飲み物キャラメルフラペチーノと、はい、うちはブラックコーヒー、ブラックコーヒーです。はい、あ、だからこいつマジやばいこいつマジやばいって言われた、ほんとにやばい。はい、せーので、乾杯。じゃあストローなしね開けてこれで、そうだ、もう久々にスタバ飲むね。これさ、横にさ、ここ、うん、フルーツサンドをね、買ったんですけど、はい、なんか食べたいのあります？今いい、朝からご飯食べたんで、この人なんか食べた？お腹空いてない、食べてないよ、だから食べます、食べていいよ食べますやばいよ、マジで本当にね、女子力上がる。じゃあ一回何作ったかだけ聞いていい？え、もうめっちゃ作ったよ、朝から、朝からパンだよ、今日今日朝パン食べたの？パンと目玉焼きとか、あ、いいね、健康的。パン派なの？ご飯派だよね。じゃあ、うん、インスタの質問ね、はい、まず答えていくか。はい、じゃあ1問、はい、1問目というか、はい、いきますね。はい、ズボンに血がついてて血ついてるよって言うのもヒマゼットです。そういう時はどうしたらいいの？これは完全に言うべき。マジで？ルナはみんながおるとこじゃなくても、ちょっと来てって言ってついてるよみたいな。分かった、はい、はい、これはあれだよ、なんか羽織ってるものとかをちょっとかけてあげるとか、腰に巻いてあげるとか、どう？え、でもさ、それはさ、言わんとさ、それされたら、え、何ってなるじゃん。大丈夫みたいな感じで言って、え、どうしようってなった時に、じゃあこれかけときなって言って自然にこうやってやってくれる方がいい。ちょっと、その人とちょっと目合わせられない、気まずくて。え、でも全然、うわってなるけど、ありがとうってマジ感謝する。だってゴマとかついてて言われへんかったら嫌じゃん、歯とかに。ゴマは一緒じゃん。違う？え、絶対一緒。ルナは絶対ルナについてたら言ってほしい。次、はい、一緒にデートに行った相手が、うん、デート行ったことをいろんな人に言いふらしてちょっと嫌やった。それはなし。ルナもめっちゃ嫌い、そういうタイプ。デートっていうか付き合ってたらいいけど、付き合ってなくてデートとかご飯本当に一回行っただけで周りにバーって言ったらさ、うん、なんで言うのってなっちゃう。でもさ、結構女の子ってさ、なんか友達でさ、なんか結構共有しがちじゃない？じゃあ言わない。え、みえちゃんには言うかも。いや、そうでしょ。で、でも男の方が共有してるイメージしかないねんけど、まあ、なんかやっぱそういうの言わない人同士がいいよね、やっぱ。あ、まあね、そう、分かり合い、ね、そう。てか最初にじゃあもうそれ話してた方がいいよ ね言うなよって。でもさ、じゃこれやっても絶対言うから。可愛い女の子とかとさ、ご飯行ったら言いたいじゃん、ね、好きだったら。確かに、もう、そうだよね、浮かれてるもん、ね、そうそう、しかもさ、好きとかだったらさ、やっぱ取らないでみたいな部分もあるからさ、っていうのはあるよ ね。では次、はい、絵文字とスタンプが多いと脈ありだと勘違いしちゃう。いやー、ごめんルナ、だったら無理だわ。勘違いさせてしまう。じゃあみんなに多いルナ多いと思う。スタンプは絶対なんか普通に
送っても絶対つける。うちもつける。なんか怖いよね。そうだよね。なんかびっくりマークとかじゃなくて、ニコちゃんマークとか、ハートのなんか絵文字あるじゃん。ニコちゃんにハート。ああ、わかるわかる。ああいうのでずっとああいうの送ってたら、あ、なんかあるかなと思ってもいいけど、それ以外やったら何も思わない方がいい。確かに。ハートは特別だけど、そう。他のは別に勘違いしないでほしい。地元の友達もさ、男の子もさ、ありがとう、ハートみたいな。送ってくるからさ、もうそれが当たり前になってるわ。じゃあ新しく探した男の子とかだったら、はいはいはい、やっぱ勘違いしちゃうから、そうです、うん、じゃあ気をつけます。控えた方がいいと思います。はい、じゃあ次行きます。谷間が出る服着てるのになんで隠すの？そういう服着たいっていうあれもあるじゃん。じっとこうやってガン見するときは隠すとか、ミントってじゃなくて、ちょっと恥ずかしいなぐらいのあれなんじゃない？パッて見たときに、あーみたいな感じは、ちょっと恥ずかしがってるんだなと思った方がいい。もうポジティブにガン見しちゃおうなんか、うん、俺なギス君ぐらいの人がいいかも。あ、がっつり。そう、考え方を、うん、なんかギス君ってさ、おい出してるやんけみたいな感じで言ってさ、ノリ、ね、に変えれるじゃん、うん、でそういう感じで見られてもさ、うん、もう生きてってなるけど、うん、なんか喋ってる時にずっとこう見られたら、なんかちょっとそっち系なのかなみたいな、なんかガチ感がしちゃうよね。そうそうそう、わかるかな。でも女の子もそう、全然着たい服着るし、うん、言ったらもう男の人がさ、デニム履いてもっこりしてる時とかあるじゃん。わかるよ。すごいねって思う感じと一緒。可愛いからその服を着てるだけであって、別に他人も見せたいとか出したいとかじゃないから、うん、そうだね、ってことだよね。うん、そう。初めてやった時、下の毛多くてビビりました何これ。それはホルモンバランスのせいだから仕方ない人それぞれやった。そうだね。1回目は、うん、逆に1回目でさ、ツルツルとかやったらさ、いや、そうだよね、なんでみたいな思うじゃん。この子チャラいのかな。そうそうそう、なんかさ、偏見があるよね、やっぱないと、うん、まあ、経験豊富なのかなみたいな考えの人もいると思うし、うん、やっぱ初めてだからさ、分かんないよね、うん、びっくりすると思うけど、まあ他にもいっぱいいるよ男の人っているでしょ、血芸まである人みたいな、うん、そうそうそう、それと一緒とそれぞれだからね。そうね。はい、でかい声で笑うの不快、偉いと思ってる？やめて、やめて、これはやばいね。いや、これは、ね、やばいね。だったら、もうじゃあ静かな人と、いましょう、それだったら、うん、なそこまで言われるとさ、本当に笑い方にもあるけど、うん、なんか全力で楽しめなくない？ルナ、そういう人と一緒にいたくはないかもしれない。でも、でかい子で笑うの好きっていう人もいるし、ね、そう、なんかさ、場所によりはね、そのさ、うん、めっちゃ授業中とかで静かにしてて、うん、その時に迷惑なるぐらいガーって笑ったら、こいつなんだろうと思ってもいいけど、楽しい時に全然笑うとかもさ、それでさ、なんか不快に思うんだったら、うん、どっか行けばいいじゃんって思っちゃう、うん、好き嫌いだろうね、ほんとにこれは。いや、ほんと好みだよね。うん、いろんな考えの人いるね。いや、そう、なんかこの質問さ、多分男の人が結構答えてくれてるみたいな感じだけど、うん、それぞれだからね。うん、次、営みのことを女友達に言うのやめてほしい。あー、これさっき言ったやんな。そう、でもルナね、エッチのことは言わない。絶対言いたくない。あ、ルナちゃん言わないタイプやな。言わない。でもうちの友達周りとか結構言うタイプの多いからさ。え、絶対言いたくない。ルナはその人がどういうプレイをしてるかとかさ、うん、もう言いたくないの。プレイとかなんか分かる、どういう感じで。そう、自分だけ知ってる感じ。あ、知ってる感じがいいから。でもさ、もうドラマ並みにさ、キュンキュンするチューだったら言いたくなんない？自分の中に収めとく、女の子はでもそうかも。女子会とかよくしたらそういう話は絶対なるから、ね、そこで言う人もいるんだろうけどね。じゃあ次、はい、怒られて当然っていう考えなんなん？いや、それは人によるくない？うん、絶対怒らすな。なんか付き合ってたら、うん、まあなんかさ、そうあるやん、うん、そういうのって。でもなんか友達とかだったら嫌じゃない？考え方がお父さんにずっと教わってたの、うん、お金を出してもらうなと、うん、中学の時も友達に奢ってもらうもんなしだったし、だからずっとそれがついてんだけど、ルナの友達って1円も出さないって人がいるの。へー。男の人に出してもらった当たり前って人がいて、うん、旅行行くのにも出してもらう。すごっ。そうだから、いつも500円しか持っていかないとか。そう、それをそれこそね、一昨日電話してそれ言ってたの。あ、そういう考えの人いるんだと思ってさ、まあ、そういう風潮じゃん、もう男の人が出すみたいな、ね、出すときにちょっとこの流れ出してみたいな感じで言っていくとかした方が、うん、続くと思う。どっちかが負担だったら本当に続かないよ。そうそうそう、って感じです。はい、はい、次、はい、察しろじゃねえよ、察されろよ。女の子って多分さ、察してほしいって思うやん。よくわかんない天の弱みたいなのを、天の弱
役。そう、察してほしいって思うんじゃなくて、察してもらえるような行動しろってこと。分かった。例えば分かりやすいことだったら、はい、女の子の日ってなるじゃん、うんうん、でそれで女の子の日って普通気づくでしょみたいな感じで言うんじゃなくて、うん、じゃあ気づくようなこと言えよ。そうそう、てかもう自分から言えよとか、ね、あ、そういうことね。そういうことじゃない。確かに。でもね、女の子だけだよね。そう、難しい。本当にね、あの女の子ね、あの結構さ、男子が飲みに行くとかさ、うん、いいよとは言うけどさ、うん、機嫌が悪くなってさ、わかるわかる。そで男の子はそういうのがうざいって思うじゃん、うん、機嫌悪く なるんだって言えよみたいな、うん、そういう感じ。そう、言えないの。何なんだろう、ね、なんかそれを考慮して配慮してほしい。それは男性からしたらうざいと思う。そうそこがだから多分ずっと女と男のそこが戦って、うん、いつも喧嘩になるんだ。そう、だからもうどうしようもない、はい、こっちはそうしてほしいし、 そっちもそうしてほしいし、そうだからどっちかが折れないといけないと。そうそう。では次いきます。はい。陰で愚痴んないでって直接言ってほしい。そしたら直そうって思うし、とにかく陰で愚痴んな。怖なくさ言い方怖いみんないや溜まってるよ。怒ってる、ね、え、でもこれは何なの、付き合ってるんかな。でも嫌かも。なんかさ、裏垢でめっちゃ昔はルナも裏垢とか、あの親しい友達とかさ、うん、そういうので書いたりとかしたの、うん、何なんみたいな。もうやめた、ね、やめた。なんかだったらもう直接言った方が早いしみたいな。でもそういうのは一回みんな誰しもが通る道だと思う。でも治ると思うよ。なんかもう言わないとこまで来てるところはある。そうだね。気になるんだったら裏で言うんじゃなくて直接言っといねみたいな、言ってこいよじゃなくて言ってみたいな感じ言えば変わると思う。じゃあ次、寝落ち通話って脈割りどうですか。脈割りちゃうの好きだったらしちゃうわ。私も好きだったらするけど好きじゃなかったらしない。え、あのね、ルナね、本当にでもこれがサインだと思うの。ちょっと気になるなってぐらいの人とかって、うん、たまに電話したりとかするんだけど、うんうん、暇れんってさ、なんか用ないのに電話するのって好きじゃないとできないんだよね。え、でもさ、毎日 LINE 続くのもそうじゃない、うん、あ、そうそうそう。だから LINE をスタンプ送ったのに絶対に途切れさせないとかね。あー、懐かしい。いたよね。いたいた。もうさ、中学さの時とかさ、うん、それ続くのが嬉しくて。いや、わかるわかるわかる。あの、おやすみでルナがスタンプ終わって向こうも送ってくるじゃん、終わってるのにもう一回ポンって、ポンって送ってくるやつ、もう一つ嬉しい。いや、わかる。っていうのは脈割りだ。脈割りだと思う。いや、寝落ち通話はね、脈割りだと思います。次いきます。彼女からの LINE を、仕事が忙しすぎて数日返せなかっただけで振られたんですけど、理不尽ですよね。いや、無理だよ。いや、わかるよ。私も無理だ。無理。だってさ、仕事忙しいって言うけどさ、なんかその最近 TikTok あるじゃん。携帯触れなかったじゃねえよみたいな。意識しろって。そう、なんかあるじゃん。なんか音源でね。あれ、本当にその通りだと思う。そう思う。トイレに行く暇があるじゃん。あるある。数日でしょ、その人。いや、そうだよ。寝る前に一言さ、電話とかでもできるし。そう、寝てないのですかって感じだよね。そうだよね。だから、それは振られて当然だと思う。いや、わかるわかる。だから、その、付き合ってる意味ってなっちゃうもんね。返してこないように。そこはでも振られた原因があるよ。男の人が仕事を優先してるか彼女を優先してるかによると思う。 そうだね。うん、まあ、それでもいいって女の人もいるから別に、うん、そういう人と出会うべき。そうそうそう。次、小声で頼み事してくるとき可愛いなって思う。可愛い。これ言ってるのよ。可愛い。でもこんなことされたことないし、したことないけど。あれじゃ、あの飲みとかさ、うん、ねえ、撮ってみたいな。あー、可愛い。ねえ、撮ってとかさ、可愛い可愛い。しかもなんかちょっとエロく感じる、ね、なんかさ、多分酔ってるからさ、その時って、うん、次、うん、教室の入り口のところで戯れるのマジでやめてほしい。懐かしい。懐かしいね。わかる。でもルナもそっちタイプだった。なんかさ、あれじゃない、相手の教室入っちゃいけないみたいな、あったじゃない。あったあったから、多分入り口の前でたむろってたんだけど、うん、たむろってたんだ。たむろってた。だって入れないからさ。ルナはあの当時の彼氏が他のクラスでたまにこう行くけど、すぐもう帰る。なあ、偉い。学生の時さ、別にあんな同じ学校とかにさ、彼氏とかいなかったからさ、なんかそういうの憧れてた。嘘。放課後一緒に帰るとかね。え、だから帰れなかったから、あのマジでその人ツンデレだったの。うん、言ってたよね。なんか手もあんま繋いでなかったみたいな。そうそう。だから教科書わざわざ忘れたってにして借りに行った。可愛い。だからそういうのがしたかったね。羨ましい。今学生の人は絶対やっといた方がいいと思います、うん、はい。次、女の子からレディーファーストって言わないでほしい。やるからやってくれるんだけどね。ノリで言う人いる。わかるわかる。ノリだったらまあわかるけど、うん、なんか普通にガチで言われると、うん、あーってなる。え、でもね、レディーファーストっていう理由をね、ギシ君から聞いて、うん、昔の時になんか女の子をパンって行かして、何やったっけ、とりあえずなんかそういうなんか変なちょっと噂を聞いたの、はい、レディーファーストって調べたら多分出てくると思うんですけど、レディーファーストができた理由みたいな。そうそうそう、はいはい、そういうのを聞いてから、え、これはいいことなのか悪いことなのかみたいな。今ではいい意味になってるみたいな感じなんだ、うん、でもレディーファーストとかあんま気にせへんかもしれない。私もあんま言わないってことか、あんま言う機会なくない？ないね。だから乗りちゃ？いや、そうだよね、うん、でもするって言ってるからめっちゃいい人だと思う。そうそうそう。だから
まあ、うん、女の子がね、そうね、問題だよね、言ってるからね、そうね、ごめんなさい。次、加工しなくても可愛いのにどうしても加工するのはなぜだろうか。これはさ、いや男と女の違いよ、ね、本当に。だってさ、加工なかったらさ、今の時代さ、ブスっていう人もいるしさ、うん、どっちなのって感じ。いや、わかる。最近、最近男の、そう、男の人にも言うじゃん。うん、え、加工なかったらブサイクすぎひん、みたいな。それそれ。しかも加工外せとか言ってくるしさ。ね、そうだよ。え、どっちわかんない。でももう自己満じゃないそこは、うん。実物が可愛いかどうかで。まあ、可愛くなかったとしても、うん、その仕草で可愛いとかさ、本当に人それぞれ可愛いは違うからさ。そうそう、今の時代 SNS とかさ、うん、多いじゃん。それで別に加工してたとして、うん、それで可愛かったら別にいいじゃん。それそうだね。そうそう、別にいいじゃん、うん、と思うけどね、っていう感じです。次、女子がストーリーで愚痴上げてるの見ると印象がまあわかる。まあそれはそうね。もう黒字、黒い背景に黒文字ね、見えないとこでするべきだなって、うん、もうこのお仕事始めると思った。いやわかる。前まではなんかあったらうわーみたいな、うん、書いたりとかしてたけど、もう書けない。いやそうだよね。多分これはでも職業だと思うよ。私は別に書いても何も言われん立場だけど、うん、しかもなんかそう思われてんだなって思って、うん、痛くないやん。そうだよね。誰かに話すとかにしましょう。そうそうそう、最近流行ってるから、デジタルタトゥーがどうのって流行ってるから、だからそういう愚痴とかもさ、一生消えないから、そうだね、ずっと残るもんね。スクショしてるかもしれないしね、誰かが。だからね、気をつけましょう。はい、はい、次、服を買いに行くときにどっちがいいって聞いてくるのに、こっちが選んだものと違うものを買うところ。あ、これはね、誰にしたんだっけな。お母さんかも。ルナお母さんにするよ。く決まってんのよ、最初から決まってんねんけど、一応聞いとこうよ。そうそう、しかももう一押ししてほしいの、こっちを、うん、っていう。そうだね、よくないよね。でも本当にそれはもう何とも言えない、ごめんなさいな。てか、なんかそれを受け入れてもらって、可愛いなと思ってください。はい、わがままだなと思っても全然、はい、そうそう、申し訳ない。では、はい、付き合ってる彼氏にストーリーに載せてほしい、載せないでほしい、やっぱ一択じゃない。いいっすよ、載せてほしい。ガチで載せてほしい。女の子みんなそうでしょ。いや本当になんかさ、なんか例えば自分が寝てるとするじゃん、うん、寝てる時にさ、こうやってさ、自分とさ、その人の自撮りとかさ、うん、ふとした時にさ、なんか乗っけてくれるのとかさ、めっちゃ嬉しくない。私でも一回も載せてもらったことないかも、それで言うと人生で。だから、うん、やってみたい。うっそ、え、乗ってたよ。乗ってた。あ、そう、それはもう絶対乗せてあげた方が彼女喜ぶと思います。はい、はい、では次、道ばっかり測れるとすごく疲れる、聞いてて楽しい話をしてほしい。まあそれはそうだね、男も女もこれはそうだよ。周りの人考えた方がいいよね、うん、なんかもうさ、一緒にいる人によってさ、そのモチベも下がるし上がるし、だから愚痴ばっか言ってても本当にね、その人にとってもね、いいこともないし、そうそう、マイナスな気持ち、なんか楽しいことしようみたいな感じで雰囲気変えてあげるとかした方がいいと思う。はい、でもこれ結構ちょっと大人の考えだと思うんだよね。なんか私が昔というか、まあ2年前ぐらいだと全然そんなこと思わなかったし、うん、その愚痴嫌すぎて、もう地元の時でも話してもやめようって言って。へ、えー、偉いね。なんかね、落ち込んじゃうの自分も。あ、まあわかるわかる。そう、まあみんな聞く時にやめましょう、うん、ね、はい、鼻入れてる時は傷つけずにどう伝えればいいでしょう。これなんかさ、やったことないかな、こういうのやったことない、どう伝えるみたいなね、なんか話の流れで買ったことある、関係人じゃない。じゃあ例えば会社の偉い男の社長さんとかに、うわー、いた、言えなかった。言えないでしょ。言えなかった、出てたけど言えなかった。いや、言えないのよ、うん、だからまあそれはもう目つぶって。本当に悔しかったあの時。悔しくないよ。え、だって言えないんだもん。いや、悔しい。だってタバだったんだもん。タバだったの。そう、なんかね、いや、一回ね、ボツになった動画でね、なんか、マジでボツになったと思うんだけど、おっちゃんが、ギス君とみえちゃんがね、ドッキリで、なんか、ルナが打ち合わせ中に、なんか、男性の方が、鼻毛がね、出てたら、なんか、どういう反応するのかみたいな、うん、結構いろんなドッキリ仕掛けられたんだけど、うん、なんか、つけまみたいな感じで、なんか、本当にこれぐらい長い、カツラの、なんか、毛みたいなの、ここに入れてたの。なのに、だんだん、顔見てたらさ、だんだん鼻毛がね、なくなっていってんの。え、どこ行ってんだろうと思ったら、飲み込んでしまったって言ってね。まあ、そう、それでなんかいろ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 あってボツになったんですけど、それも言えなかったから、多分そうだね、言えないわ。明らかにこんなに出てても言えなかった。人によるよね、言えるか言えないかは。そうね、女子が休み時間に推しランキングしてるって本当なあ。うわ、あ、してたかも。してた、したことないけど、
話すよね、こういうの。あのね、話すわ。運動場とかさ、サッカーしに行くやんね、男子みんな、うんうん、で、今誰がかっこいいかみたいな、最近なんでずっとやってた。すごい、そんなのはなかったけど、でもなんか誰がかっこいいとか話すよね。話すね。こういうのは女子好きです、うん、あと最近だったらさ、YouTuber とかのさ話も多分学校でするじゃん。そうね。で、なんかこの子推しみたいな、うん、やっぱ話しちゃう、なんか何でも恋愛に持っていきたがってるから。そう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 、恋バネ持っていくからあると思います、うん、次、既読して2秒で返信するのにその後既読つかなくなります。どういうこと？あー、だからルナちゃんがうちに LINE して、うん、私がすぐ返すのに、うん、その後ルナちゃんが返信しないってこと、うん、でもそれってツイートしたことあるけど、うん、だって内容によるというか、ない、そう、うんとかやったら、うん、え、でも好きだったら返そう。まあまあまあ好きだったら、でもさ、わかんない、でも結構駆け引きしちゃう、うん、あー、そういうことね、うん、あのすぐ返してもさ、なんかこいつは好きって思われてるのかなとか思うと、うん、確かにちょっとって感じ。でも学生の時は、うん、あのマジすぐ返すのが早かったけど、今の時だったら本当に返事によって返さないとかが多い。いや、あるよね。その時の状況によるけど、うん、仕事とかあったら後で返そうってなったりとかする、うんうん、それで。じゃあ一つ私ここで愚痴を言うと、ギシ君は LINE を返さないので、あの知りません。しかもさ、今日さ、うん、今日の話をしてたの、今日ギシ君の家にカメラがあるかどうか、明日ギシ君一人で撮ってほしいから、うん、カメラあるか聞いて、カメラあるか聞いてんのにそれも返信ないし、今も、うん、うん、もうだからもうあいつは知らん。そう、やばい、あの人、あのルナね、この間ね、引っ越しの立ち会い行ったしたんだけど、うんうん、その人がギシ君の知り合いだったの、うん、でその人から言われたんけど、ギシあいつマジ連絡遅いから言っといてって言われて、うん、で、また違うとこでギシ君の知り合いに会ったんだけど、うん、その人もギシあいつマジで返信はさ、うん、ってこの2日間で2人に言われたの、うん、仕事のことだったらさ、絶対早く返した方がいいじゃん。そうだね、だ仕事はね、マジで返した方がいい。あ、電話したいと思います、はい、次、休み時間うるさいくせに授業を当てられたら声小さくなるの、あれなんなん、わら、ルナさんとミユさん、どうだった？え、ルナ喋んなかった。休み時間うるさいタイプだった？え、でもうるさいっていうか、まあ、いつ、今と一緒。それで言うと、だとしたらルナちゃん静かかも。うん、もう笑ったりはするけど、うん、授業中ほとんどもう、喋んない。あー、これ多分じゃあミユちゃんとかは授業中もうるさそう。うるさいと思う。え、でもルナは、でも授業中当てられた時も喋んなかった。なあ、わかんなすぎて、うん、わかりませんしか言えなかった。てか、なんかそういうもんじゃん、休み時間はさ、楽しいけどさ、ね、授業ってさ、楽しくないやん、学生の時からしたら、うん、っていうことです、はい、次、学校あるある、国語の音読もっとでかい声で読んでくれ。いやだ、読めなかったか言わないで。だ、本当に音読大嫌いなの。あー、大嫌い。そう、そう、音読を、あの、こっちから順番で読んでいくよってなって、うん、丸でさ、読むやつやんな。そうそう、それで、あの、自分の順番まで全部数えて数えて、な、漢字の読み方が分かんなかったから、うん、全部 1,2,3,4,5 って数えて、丸をずっと数えて、うん、これ読み方なんて読むのって聞いてやるんだけど、うん、いつもなんかその手前とか後ろとかなって、うん、結局読めないとかで止まっちゃう、うん、分かる。はい、次、可愛くて美しい人ほど連絡が遅いし、ガード硬すぎるの何なの？いや、ガード硬いのはいいことだよね。緩かったらさ、緩いでさ、誰と付き合っても大丈夫じゃんって思っちゃうし、うん、なんだろうね、ガードは本当に男も女も硬い方がいいよ。だから可愛くて美しい人ほどって書いてあるけど、うん、多分可愛くて美しい人ほど言い寄られてるから、うん、そうね、そう、なんかさ、多分怖いやん、そのたくさんの人に言い寄られても、うん、だから多分慎重になっちゃうんじゃない？あ、そうなの？はい、わかんないですけど、人に、マジで本当に人による。K 乗ってる男無理っていう女、自動車ね、私 K 乗ってる方が好きなの。でも好きだよ。いいよね、うん、K がいいよ、ね、で、逆にさ、男一人でさ、例えばさ、免許取り立てのさやつでファミリーカーとか乗ってたら嫌だし。え、なんかね、なんだよ、別にいるな、あの、あれでも買いに来てもらってもいい、なんか、あの、軽トラ。ああ、そう、全然いい。普通にもう一回来てくれること実現したいで、嬉しいから。逆になんかもう可愛いかも。なんかさ、ね、軽トラを普通に運転してるのが可愛い。そうだよね。なんか逆にルナはあの、なんていうの、こういうさ、車あるじゃん、上が開いてる。あ、オープンカー。そう、嫌い。オープンカー嫌い。恥ずかしくない、逆に、うん。そう、だからそういう考えの人もいるから、うん、まあ、そうそうそう、人による、そう、人によるしか言ってない、さっきから。本当に個人差があります。そうそうそう。はい、でも K はいいよね。うん、全然いい。可愛い。次、女子太るとか言うけど結構食べてないですか？では食べるよ。あのね、女の子はね、もうね、うん、あの、もうこの環境が悪い、あの、女の子が太ったらいけないっていう環境にしてる世界が悪くて、はい、だって男も食べるし女も食べるじゃん、はい、だって三大欲求ってものがあってさ、性欲と睡眠と食欲じゃん、うん、それをさ、普通に当たり前にしてるのにさ、
なんでさそれだけで言われる必要があるのって思うし、食べるのはもう習慣じゃん、まあ周りの目線も必要かなみたいな感じで一応言っとこうみたいな感じだと思う。それは一応だと思う。でも食べる女の子がいいとかさ、男の人がいいとか人もおるから、あ、なんか言ってるけど食べてるな、可愛いなぐらいの感じで思ってあげてください。運動しなきゃなって言い聞かせてる部分もあるから、うん、で食べて、あ、運動しなきゃなみたいな、うん、で、あ、太るなみたいな。でも本当にこれはもう女の子あるあるです。本当に夜中とかにさ、ラーメン食べるのわかる、絶対食べるのにさ、うわこれ太るわとか言いながら絶対に食べれるじゃん。そうそう、だからなんかそれって結構その罪悪感をなんかなくすために、そう、分かってるよってこと事前にね言わないと耐えられないのよ食べることに、うん、本当にそうだと思う。でもこれ言ってる女の子は、うん、そのなんだろう、思ってる、自分で分かってる女の子ってことだから、うん、まあいいと思う、うん、成長の余地あり。はい、次、通りすがりにお胸とか見てるのってバレてますか？正直に答えてほしいです。え、もう私あんま視線感じたことないからかなあんまりないから、いや、なんだろうな、見てるなとは分かる。歩いてる人が顔見た後にすぐこうやって下見てくるの。だからこの間ね、ちょっと嫌だったのが、うん、あのルナはねパジャマでちょっと出かけたの、うん、コンビニに。だからそこの店員さん海外の人やねんけど、うん、なんかね、新聞紙のさ、うん、あの置いてるものをさ、うん、バーンってあの当たっちゃって、うん、で崩しちゃったの、うん、でその後に大丈夫だよって、怪我しなかったって言われて、うんうん、あ、大丈夫ですって言ったら、あなたいいおケツしてるねって言われて、そう、あのなんかその後もなんかもう反射してるからさ、ずっと見てるの分かんの、うん、で歩く帰ろうとするじゃん、ずーっとこうやって見られてんの。え、マジで？そう、うわーと思って。でもやっぱそういうのは感じるね。あー、 なるほどね、うん、だって盗撮も分かるぐらいです。盗撮はマジで分かるよね。いるよね、スカートの下を一回やられたことあるの。あ、違う、エレベーターで。エスカレーターだった。あ、そう、エスカレーターやるな。エスカレーターでなんか普通にいて、なんかこうやってここにスッと当たったの、うん、ほんでなんかもう、え、みたいな、後ろ見たらさ、すぐ隠すからさ、やばって思って言えなかったの、それで、うん、言えないよね、言えなくて、あのそのまま後ろにいた男の人がこうやって捕まえてやってくれたけど。え、マジで？そう、かっこよくない？かっこいい。普通にスルーされたんだけど、なんかさ、こうやってさ、乗ってるとさ、こうやってってさ、内カメで撮ってたりするやん。あれ、わかんないね。怖いよね。しかもさ、言えんやん、こっちから。いや、ほんとにね、多分痴漢されても言え、されたことあるけど言えない。言えんよね。お尻をこまれたの、うん、あの満員電車乗ってたからさ、うん、小田急線乗ってたの、うん、満員電車乗ってた時に、うん、本当にお尻ずっと揉まれたの、うん、言えなくて、うん、うわーと思って、どうしようと思って、うん、ずっとお母さんに LINE してる時言えなくて、うん、もうずっとそれであの20分ぐらい、本当に言えなかった。いや、言えないよね。だから 言った瞬間さ、殴られるかなとか思うじゃん。分かる分かる。その場で言っても揉めてさ、しかもさ、変な女だと思われる、なんか分かんないやん、ね、実際、うん、だからなんか言ってるわこの女みたいな目で見られるのも怖いし、本当に目立ちたくないから言えない、ないよね、悪いわ本当に。あの、はい、あのやめましょう、はい、ラスト1ぐらいにしときますか、うん、ラスト、みんながみんなそうじゃないけど、うん、SNS で匂わせの写真やストーリーをわざわざ親しい友達で載せてくる、あれじゃん、自分のものってものにしたいんじゃない？女の子とかさ、やっぱ結構さ、自分なんか、うん、ね、周りにさ、ちょっと、まあ、言いたいというか、そうね、っていう部分はまああるよね。自慢したいじゃない？やっぱもう男もそうじゃん、たまに女の子乗っけたりとかさ、あったらさ、すぐ乗っけたがるとかさ、うん、でもなんか私が学生だった時に、例えばさ、アイドルとか流行ったやん、うん、でアイドルの人たちが例えば匂わせ、うん、してるのは良くないと思うやんね。まあそうね、なぜかってアイドルって人になんかなんだろう、全員の恋人みたいなところあるやん、うん、でそのために、ね、そう、それが職業ってなっちゃってるから、うん、それはなんかまあ良くないなと思うけど、うん、なんか一般の人、そのインフルエンサーとかってさ、うん、別になんだろう、アイドルじゃないじゃん、ね、そう、別に自由だし、事務所で縛られてるとかもないから別にいいんじゃないとは思ってた。そうだね、けどね、まあなんか、まあいろんな人の捉え方によるんだよ。そうなんです、うん、まあ、いろんな人の気持ちを考えて投稿しましょうね、はい、するときは。結構答えたんちゃう？ね、何個ぐらい答えたんだろうね。え、多分30個以上答えた。本当に？うん、これ30超えてなかったら怒って。分かった、本当に答えたるの、編集後に、うん、はい、まあこんな感じで、はい、あの前回は女性の方から集めた質問を答えたんですけど、今回は男性の方を答えたので、また
ちょっとね定期的にみゆちゃんも戻ってきてそうだねとかして3人で答えるとかもやっていきたいと思います。はい、はい、ということでもう語りすぎて疲れたので私たちはもう次の撮影に行きたいと思います。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。みーちゃん帰ってきて。